で、あいで、もうペコをぶっちゃって、相当眠いんだね。ねえ。まあね。信号だよ。また来た。はい、また来たぞ。知らないでないな。プライスにいるかい。なんでこれ合計書いてねえな、すげえ。12月お支払い、お支払い日12月26日だってよ。まだなくなしてねんか。12月とっくに過ぎたね。77,710円だと。すげえね、すげえ、すげえね、こういうバカガキだよ。これ渡した方がいいよ、もうどんどん。私こんなの、俺はこういう借金はねえからよ。借金あるような生活してねえから。よとやるで。一十百千万。39,200だってよ。78,910,11。これでもう11万だね。ああ、バカな子だね。すげえね。すげえね。こういう年中支払い。信号、俺支払い来てるよ。取り来てくんな。ねえ、NTT は、これも信号だ。笑うわ。笑うわ。金に追われて。金に追われて善光寺だ。私追われてねえわ、金には。こんな金に追われてるばかりねえよ。俺風呂を使っちゃうよ。貧乏人は風呂減らっていいんだよ、おめえ。なあ、石油入れるんだよ、じゃねえ、おばあが。こいくら。なに12月ご請求分だってよ。13万いくらだってよ。13、14、15、16、17、18、19、20。30万払うわけだ、これで1ヶ月な。すげえな。こんだけ金に追われてるよと野郎が世の中いるんだから。すげえもんだ。笑うわ、ほんとに。これで働かねえ、ずうずうしいやろ。呆れる。これも信号かい。恐ろしいね。運転免許証の最新のお知らせだって。すげえねー。すげえねー、支払いが。すげえねー。これはなんだよ。これは私だ。ガスだ。俺のだ。これは俺の。目が覚めだ。私はそやねん。ガス代の引き落としだから。俺は金払うじゃねえんだ。引き落としだから。あのバカとは違うんだ。あのバカみたいに、請求書は君、俺引き落としだから。安いねえ、ガス代。1623円だって。安いねえ。ガス代、安いね。パテックで申告。ぜひね、時期やってくるってね。安すぎるってね。そう。うちのガスすごい安いよ。他っては。結構安いんだよ。1600くらいだよ。これはなんだい。マラソン証券。取引情報。報告じゃねえ、多分。なんだこれ。これなんだよ。ロボティックスかな。こっちは金減ってくるけど、このクソガキは出るべえだ。バカ野郎だから。
生き様でこう違うんだよ。与太郎金に割れっぱれ。ロボティクスかな。あ、違う。一年間取引報告だ。これ違う。取引報告だから関係ねえや。これは。源泉徴収になってるから。税金もみんな引かれてるから大丈夫。私のは。これ大丈夫な。税金みんな引かれてるから。源泉徴収あり。私のはこれだけ。慎吾のは支払いがいっぱいだ。私はこれ支払いじゃないから。ああ、ガスもみんな私、引き落としだから。このクソガキすげえね。13万とか7千とか、7万とかすげえね。17、18、もうそれで20万、ね。20万の上だね。すごいね。まだあるんだめ。まだ弁護士にもあるんだ。笑う。だよね。こんなに金に追われて、笑うだよね。ね、200万はすごいねってね。ああ。何が200万？これ ?200 万じゃねえで。17万に、7万に、11、18、19、20、21、22、23、20、24万と、あとまだあったね。さあ、3つあったな。ここに3つあった。一番高いのが17万いくらだ。次が7万いくら。すげえね。やばいね。やばいね。こんだけ支払いやったら、一軒食ってくるね。ね、いかに金にだらしがないってことだよね。ね。